今朝起きてからもうすでにコーヒーを飲んだ方いらっしゃいますか？手を挙げてください。たくさんいますね。今日ちょうどブレイクタイムでコーヒーも出てましたからね。それではコーヒーが苦手だとかコーヒーが飲めないって方どうぞ遠慮なく手を挙げてみてください。チラチラといますよね。実は僕もコーヒーが飲めないんですホテルや喫茶店で人と待ち合わせをしたりレストランで食事をした後に僕はいつもコーヒー以外のものを頼みます。なぜかというとまずいコーヒーが飲めないからなんです。生まれて初めて飲んだコーヒーがとっても残念なことにまずいコーヒーでそれがトラウマとなってしまい自分はコーヒーが嫌いだと思っている人がたくさんいると思います。未成熟の豆を焙煎するとえぐみや雑味、渋みの原因となります。そして抽出して時間が経ったコーヒーや再加熱したコーヒーは酸化して酸っぱくなってしまうんです。この酸っぱさをコーヒーの酸味と勘違いしている人や雑味やえぐみが本来のコーヒーの味だと思っている誤解されている方が残念ながらたくさんいるんです。僕は静岡のコーヒー焙煎卸業の長男として生まれました。物心ついた頃から身の回りにコーヒーがあり世界各国から届いたコーヒー豆が積まれている倉庫が僕の遊び場でした。そんなわけで小学生の頃から中南米に行ってコーヒーの勉強、栽培の勉強をしたいと思うようになったんです。1975年、今から42年前、僕が18歳の時に念願がかなって中米のエルサルバドルに留学しました。エルサルバドルは中米で一番小さな国ですが1975年に世界で3番目のコーヒー生産国になりました。これは僕が勉強した国立コーヒー研究所が世界でもトップレベルの研究所でそこの研究の成果がこの数字を表したと思います。こんな素晴らしい研究所で勉強できたことは僕にとって本当に幸せなことでした。静岡を出るときに両親と約束したことがあります。それは勉強が終わったらおとなしく静岡に帰ってきて家業を継ぐことだったんです。しかしエルサルバドルとコーヒー栽培にすっかり魅了されてしまった僕は産地で生きると勉強があってからもう産地で生きると親に宣言し感動されてしまいました。宣言したのもつかの間政府軍と反政府ゲリラによる内戦が勃発してしまいまして毎日銃声と爆弾の鳴り響く中生活してました。多くの友達が犠牲になりましたし僕自身もテロに巻き込まれて機関銃で撃たれました。しかし幸い九死に一生を得て今こうやって皆さんの前でお話をしているわけです。友を失い美しかったサルバドルが破壊されていくそのうちに首都サンサルバドルにも戦火が及ぶようになりました。しかし僕にはもう日本に帰る場所がありませんからロサンゼルスに疎開しました。しかし食べていかなければいけません。そこでメキシコ料理店に職を得てそこで働くようになりました。毎日毎日いつか絶対にコーヒーに戻れる日が来ると自分に言い聞かせながらタコスを焼いてました。そんなある日日本の大手コーヒーメーカーの創業者が僕をスカウトしにロサンゼルスまでやってきたのです。静岡のコーヒー屋の息子が栽培の勉強して親に逆らって感動された挙句ロサンゼルスでプラプラしてるらしいということが耳に入ったんですね。非常に魅力的なオファーをいただきました。しかし僕はエルサルバドルに帰りたかったんでお断りしたんです。ところがサルバドルの内政は政情は一向に安定せずまたその創業者の熱意にほだされて日本に帰り入社しそして赴任したのがカリブ海の島ジャマイカでした。そこでブルーマンテンコーヒーの農園開発に着手したのです。これは僕の人生にとってとっても大きな出来事でした。その後ハワイ島、スマトラ島、マダガスカル島、レユニオン島でコーヒー農園を作ったり品種の研究をするような仕事をしていました。日本には時々帰ってたんですが日本に帰るたびに日本のコーヒーがどんどんまずくなっていく気がしました。レストランに行くと美味しい料理とマリアージュしたワイン
そして必ず最後にとんでもないまずいコーヒーが出てくるわけです。皆さんも多分経験されたことあるんじゃないかと思います。レストランは食材やワインをこんなに厳選するのに、どうしてこんなまずいコーヒーを平気で出してしまうのか、本当にテーブルを叩きたくなるような心境でした。コーヒーはこんなもんじゃない、こんなコーヒーがそのまま放っておけば日本のコーヒー文化ダメになってしまうと痛感しました。しかしこれはお店の責任ではないのです。こんなコーヒーを販売させているコーヒー業界に一番問題があったわけです。これは1975年から現在までの国際相場を示した表です。赤い線がその年の最高値、青い折れ線グラフがその年の最安値です。世界最大のコーヒー生産国ブラジルがブラジルで天候異変で不作になるとコーヒー相場に直撃します。例えば1975年、20世紀最悪の霜がブラジルにおりました。コーヒーの木が枯れてしまったんです。そうなると当然価格が上がります。そして他の生産国で増産が始まるわけです。78年まで価格が上がり続けました。コーヒーは植えてから3年で収穫ができます。ですから78年に世界中でコーヒーが取れすぎてしまって大暴落したわけです。コーヒー業界は懲りもせず毎回毎回こういうことを繰り返してきた。これが産地の現状なんです。ところが1995年、この頃からまたコーヒーの価格が上がり始めました。この時にはブラジルは普通に生産されています。何も起きてません。何が起きたかというと、投資の対象になったわけです。全く関係ない、天候には関係ない高値が生まれました。投資家によるマネーゲームの対象になってしまったわけです。そして97年に投資家たちは売り抜いて富を得て、しかしこの時に2001年に世界中でコーヒーが大変余ってしまいました。その結果2001年から2003年、ちょうどこの黄色のところですけど、コーヒーの危機と呼ばれるとんでもない状況が起きました。生産コストの半分以下でしかコーヒーが売れないような、その2年間本当に生産地、産地は悲惨な状況でした。生産者が夜逃げ同然でいなくなり、農園は銀行管理になり、朽ち果てていきました。これを僕は目の当たりにして見てきたのです。そして2003年を過ぎると今度はコーヒーが足りなくなり、価格が上がり始めました。コーヒーの価格が上がると何が起きるか、生産者の裏切りです。契約がありながら高い値段でよそに売ってしまう。国際価格が上がったからといって日本のコーヒーショップやホテルやレストランは卸価格を上げるなんてことを絶対許してくれないわけです。そうなると当てにしていたコーヒーが入らなくなったコーヒー会社は、よそから高いコーヒーを買って損してでも売らなければならなくなります。僕はそのどちらがいいとか悪いとかと言ってるんじゃないんです。生産国も消費国もこの国際相場に振り回されているのが現実なんです。そこで僕は考えました。品質に対する対価を払えば生産者は安心してコーヒーを作り続けることができますし、また我々は安定したコーヒーを供給することができます。しかしそのためにはコーヒーの価値を上げなければなりません。なぜならば品質に見合った価格で売れる市場を作らなければ、品質に見合った価格で生産者から買い続けることができないからなんです。そのためには明確な品質基準が必要です。世の中にはさまざまなコーヒー製品が売られてますよね。そしてまたそれすべてが最高級品と言ってるわけです。皆さん例えば缶コーヒーもそうだと思いませんか。またインスタントコーヒーもそうですよね。スーパーマーケットで安売りされているレギュラーコーヒーでさえ高級豆使用とか厳選された一品などという言葉が散りばめられているわけです。ワインや牛肉は明確な等級があります。しかしコーヒーには目安となる等級がないのです。そこで品質基準を作ることを考えました。皆さんコーヒーがワインと同じように素晴らしいフルーツだということをご存知ですか。フルーツだからこそ農園の中でも
畑によって微妙な環境が違います。風の影響も違います。雨の降り方も違います。そして日の当たり方も違います。品種によってもできるものは違います。さらに言えばこの写真のような完熟豆になったコーヒーは品質がいいわけです。つまり農園の中で品質のピラミッドができていきます。ひいてはこれが産地ごとのピラミッドにもなっていくわけです。コーヒーは焙煎と抽出も重要な作業です。ただし味の8割を決めるのはこの生豆の品質なんです。その生豆の品質をどうやって維持したまま日本まで輸送するのか、輸送方法ですね。でそして生豆の保管方法、さらには焙煎したコーヒーのパッケージまで、そこまでを含めた品質基準というものを作らなければならないと思いました。そしてこの品質基準の中でもベストベスト、最高のコーヒーを作り、そのを広げていくというビジネスプランを作ったんです。これを以前働いていた大手のコーヒーメーカーで経営会議の時にプレゼンをしました。あえなく却下されました。誰にもこの言ってることが分かってもらえなかったんです。そしてもうこれは自分でやるしかないと決心し、会社を辞めて新しいコーヒーの文化を提案する会社を起業しました。起業してすぐに世界の産地を訪問し、生産者から僕の眼鏡にかなったコーヒーを直接商社を通さずに輸入することを始めました。最初に手掛けたのはこのピラミッドの頂点のコーヒーです。底辺から始めてもなかなか分かってもらえませんからね。そしてできたのがグランクルーカフェ。シャンパーニュのボトルにコーヒーを詰めて 200g 1本1万円で販売しました。焙煎した後に豆から実は炭酸ガスとアロマが出てきます。その炭酸ガスとアロマを豆に封じ込めるために行き着いた包装方法がこの瓶に入れることだったんです。やはり理解されるのには目立つことも必要です。ただ残念ながら大きな誤算は僕がすっかり高いコーヒーを売るコーヒーだと思われてしまったことなんです。僕が考えていたのはこの品質のピラミッドの全てのコーヒーを美味しくすることです。つまり美味しいコーヒーが取れる山の高地だけじゃなくて、中腹でも低地でも人権を守りながら自然を守りながらコーヒー作りをしている人たちがいる。その人たちにどうすればもっと美味しくなるか、そしてどうすれば市場性の高いコーヒーが売れるかを指導し、その彼らのコーヒーの市場を作るのが僕の仕事です。この品質のピラミッドを具現化する素晴らしいチャンスに恵まれました。2011年に JAL 日本航空が客室のコーヒーを美味しくしてほしいと依頼してきたのです。現在日本航空の国内線、国際線、ファーストクラス、ビジネスクラス、エコノミークラス、それぞれのクラスでそれぞれの品質の違った美味しいコーヒーが提供されています。これまで世界各国で栽培や農園開発をしてきましたが、今タイの北部のゴールデントライアングルと言われているミャンマーとラオスの国境地帯、ここに住む少数民族の人たちと一緒に働いています。彼らは以前生きるためにアヘンの原料となるケシを栽培していました。ここに手を差し伸べたのがタイ王室のメーファーラン財団です。ケシの栽培をやめさせ森林を復活させるプロジェクトを作りました。ケシの代わりにコーヒーとマカデミアナッツの栽培を始めたんです。そして女性の雇用のために陶芸、織物、紙すきの工場を建て職業訓練を始めました。徐々に村が豊かになり森がよみがえったのです。そしてさらにコーヒーに力を入れたいという財団からの依頼で、僕は4年前からここのコーヒーアドバイザーとなりました。そして現在でも年に4回この地域に入り、少数民族と一緒にコーヒー作りに励んでいます。これまで世界中でコーヒーの農園を作り技術指導してきましたけど、技術を教えることよりも一番難しいのは現地の人たちのマインドを変えることです。そのためには僕が自ら行ってこうすれば
こんないい苗ができる。こんなふうにすればこんないい畑ができてたくさん収量がある。そして完熟豆を摘めばおいしいコーヒーができる。これを実際にやってみせて体験してもらうしかないんです。絶対忘れていけないのはおいしくなければ売れないってことなんです。ですからかわいそうな人が作ったんだから買ってあげようなんていうコーヒーには絶対しちゃいけないんです。そんなもの絶対リピートがないんです。今タイのコーヒーは全国の無地カフェと無印良品で採用されています。そして東京大学では非常にサステナブルな活動だということで校内で販売されるようになりました。生産国の人々には自然と人権を守りながらおいしいコーヒー作りに励んでもらい、消費国の皆さんにはおいしいコーヒーにはそれなりの理由があるということを理解していただき、品質に対する正当な対価を払っていただくような市場を作る。それには銀座6でオープンした最高級のコーヒー店からコンビニのコーヒーに、コンビニの100円のコーヒーに至るまでおいしいコーヒーのピラミッドを作り、生産者から消費者までが本当に笑顔になるようなサステナブルな市場をこれからも作っていこうと思っています。先日銀座6の店でとても嬉しいことがありました。20代の若い女性が仕事で成果を出した自分へのご褒美にと最高級のコーヒーを時間をかけてゆっくりと飲んでいかれました。これこそが僕が目指す新しいコーヒーの世界です。